来月鳥取県で行われる WTC、 ご存知ですか？ワールドトレイルズカンファレンスというものなんですけれども、国際会議でして、世界各国から人が集まってウォーキングによる地域づくり、まちづくりについて考える会議なんです。なんと国内では初めて鳥取県で開催されるんですよ。その会議に合わせて行われるのが、今日ご紹介したこちら、ワールドウォークフェスタ in 鳥取です。10月15日と16日日曜日、2日間にわたって行われます。この中で今回私が散策したコースは、うつぶき山と赤瓦ウォークなんです。ご案内いただきました。今日ありがとうございました。もう歴史あり、文化あり、自然あり、そしてこの街並みありと、いいコースですね。そうですね。楽しんでいただけましたか？とっても楽しみました。で、何よりも楽しみがおもてなしポイントなんですよ ね、 はい、長谷寺ではうつぶき公園団子をいただいて、そしてこちら白壁土蔵群ではこのラザニアをいただけるんですよ。どうしてラザニアなんですか？実はですね、このおもてなし担当、私、関金担当の地域おこし協力隊上長、とやっておりまして、イタリアに12年間滞在した経験がありまして、その時地元のマンマから教えてもらったレシピを、地元食材で、再現するという、それを、皆さんに味わっていただくという、イノシシのミートソースになっていて、その中には赤金の、野菜ですねがふんだんに入っております。秋の風を感じながら歩いてきて、で、焼きたてのラザニアをいただく。そうですね、ウォーキングでラザニアってね、ですね、ここだけじゃないですか？多分初めてでしょうね。おいしいね、このワールドウォークフェスタ in 鳥取、申し込み締め切りが9月15日木曜日となっています。15日木曜日必着です。また当日参加もできるそうですので、はい、いろいろなコースありますから、ぜひ気になる方チェックしてみてください。とっても楽しいウォーキングイベントですよ。ぜひ参加してください。お待ちしてます。お待ちしてます。